レイラブロックレイラブロックはイタリアローマ出身の俳優。以前はレーモンドラブロックの名義で活動していた。イタリア人の母とイギリス人の父の間に生まれ、ローマのトラステベレチクで幼少期を過ごす。デビューは15歳で、ジョン・シュレ・シンジャー監督のダーリングに、早くとして出演。16歳の時にローマのパイパークラブで、友人の俳優トーマス・ミリアンのバンドで歌っている。 ところを見出され、1967年、ジュリオクエスティ監督、常務用のジャンゴで、本格的に俳優としての活動を開始した。並行して、トーマス・ミリアンのバンド、およびソロで、音楽活動を行う。1969年、ガラスの部屋で、初主演し、特に、日本では、フランスのルノー・ベルレーと並び、1971年、 頃まで若い女性からアイドル的な人気を博した。訪日経験もあり、日本で、オリベッティ、森永聖火の CM に出演、おの江稽古作詞、浜圭介作曲の、恋は風、週刊セブンティーン検証応募優勝曲、白い影と青い影、作詞者は一般人で、作曲は鈴木国彦。B 面は作詞、悪言、作曲、 王のカツオによるものの2枚のシングルと2枚のアルバムをリリースしたことがある。恋は、風は、オリコントップ4に入るヒットとなっている。イタリアでも1970年代当時歌詞活動も並行して行っており、主演映画バニシングの主題歌を歌った。1980年以降は主にテレビで活躍しており、数多くの主演作がある。趣味は作曲。好きな作家は、 AJ クローニン。サッカー好きで、イタリアの芸能人サッカー大会で首相を務めたことがある。1970年に結婚しており、翌年娘が生まれている。白い影と青い影レーモンドラブロック1970年8月27日、火曜チャート最高は1970年8月27日付の34位。外国映画人名治転談優編。 キネマ巡報社1997年 ISBN4873762014http コロンスラッシュスラッシュ www.imtb.com スラッシュネームスラッシュ NM0522590 スラッシュパイーレフイコールナノメートル OV バイオ SM ありがとうございます